はい、ザ・ゲームチャレンジ春99です。今日ご紹介するアイテムはこちら、アメコミコレクションですね。今日はこちらをご紹介してみたいと思います。はい、このアメコミコレクションですね、まあ、ちょっとした小箱のカードゲームなんですけど、まあ、アミゴサイズと言えばいいんですかね、まあ、アミゴサイズの小箱ゲームで、中にはですねルールが1冊と、これとそんなに扱われませんね、8ページ10ページぐらいのものと、こっちはですねお金ですね、これね、ちょっとした変わった短冊型になって、1、5、10、50ですかねのお金になっていて、あとはカード1式です。アメコミコレクションというタイトル通りアメコミになっています。こうアメコミのタイトルの表紙ですかね、表紙の絵がまあずらずらずらっと書かれていると、まあ、このセットになってるゲームです。でコンポーネントはこれだけなんですけど、私ちょっとまだプレイできたわけじゃないので、まあ、ルールから分かっただけの範囲ですけども、基本的にですねこれオークションゲームになっていて、まあ、一定の金額をですね全員がまず持っていますと。ただそれに対してこのアメコミですね、アメコミがまあ上からめくられていって、まあ、これをオークションにかかると。でオークションにかけられるとセルタイプのゲームなので、まあ、時計回りにまあいくらいくらいくらって宣言していくという形になってます。で、これが取れると、でお金をまあ支払って次のものをめくると。で、こいつが全部なくなってしまうか、まあ、各自が持っている所持金がなくなってしまえば、まあ、ゲーム終了というこういう形ですね。まあ、このところで比較的オーソドックスなシステムになってますね。ポイントのあるなと思ってルール読みながら感じたのは、まあ、最低金額は全部1なんですけども、これあの各アメコミの方はですね1巻から7巻までになってるんですけども、次のプレイヤーがですね値段をまあ釣り上げていく、まあ、オークションなら釣り上げていくしかないんですけど、釣り上げていくときに例えばこれやったら第6巻なんですね、ボリューム6なんですけど、6巻は6単位で値段を上げていかないといけませんということがあって、1巻2巻とかだと、まあ希少価値が少ないっていうんですかね、今最初の方の缶なんで1ずつとか2だら2ずつっていうことができるんですけども、後ろの方の缶になると、まあ、その缶単位で上げていかないといけないっていうことがあるので、まあこれセットで同じシリーズを揃えれば揃えるほどポイントが最後上がっていくっていうシステムなんですけど、まあ、後ろの方ほど揃えにくいと、まあ、お金がたくさんかかるというタイプのゲームになっています。で、まあ、オークション的にはそのぐらいで比較的オーソドックスなんですけども、一番最終的には、これあの頭の方の缶ほどレアっていう設定になっていて、まあ、1巻2巻3巻あたりがさっき安いと言ったんですけど、このところにポイントが書いてあるんですけど、要は頭の方のこれだとちっちゃいですけどボリューム1って書いてあるんですけど、1巻とかだと、まあ、ポイントが高くて、もう後ろの方だとポイント低いっていうことになっているので、頭の方の缶は安いけどポイントが高いと。でこのポイントって言ってるの難しくって、まあ、これが基礎値になるんですけど、この基礎値かけるこの関数ですね、1巻2巻3巻、例えば最終的にこのアウトブレイクってアメコミを揃えたとすると、まあ、2巻と5巻と6巻を持っているという前提だと、ポイント1、ポイント1、ポイント2なので、合計ポイント4がベースになっていて、4かける、実はこの関数がそのまま点数になるんですよね。後ろの方の、まあ、人気が出たっていう設定なんですけど、2たす5たす6なので、13ですね。13かける、さっきの基礎点の4、13かける4、52かな。13かける4なんで52点。52点が、この、コミックのポイントになるという形になるんですね。なので後ろの方のコミックを手に入れると確かにポイントは高いんですよね。点数は単純に高いんですけど、最後掛け算になるので、頭の方のレアなやつを持っていないと掛け算した時に点数が高くないと。頭の方以外は全部これ1点の基礎値が1になっちゃってるので、まあ、掛け算しても1、2、3とかですね、まあ、少ないんですけど、最初の方だと1巻2巻集めるだけで5倍になるんですよね。これ基礎値が5、1巻が3で2巻が2なんで基礎値が5になるので、まあ、非常に高くなると。でただし数字自体は後ろの缶の方がいい。たださっき言ったように競り上げするときもこの数字単位じゃないと競り上げられないので、後ろの方のやつは、まあ、競りのタイミングによっては非常に高額になってしまうということがあって、競りの金額と合計ポイントのところがちょっと特徴がある競りゲームになっているんじゃないかなというふうに感じました。まあ、全体的にはあの競り自体は非常にオーソドックスにできているので、この、入手するときにどれを狙って取るのか、自分が今どのセットコレクションを集めているので、あといくつ取れば、しかもあといくら投資すればポイントになるのかっていうあたりを考えていくのがな面白いんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、お金自体もですね、これ残ってしまえばそのまま1枚1点になってなるので、お金をどのぐらい残すのかとですね、まあ、どのぐらい突っ込んでいって、さっきの結局掛け算なので、掛け算の基礎点とその数字の何巻というやつの合計のポイントのところの割合どうするのかっていうあたりが悩ましいゲームなんじゃないかなというふうに思いました。はい、というわけでですね、アメコミコレクションのご紹介でした。ザ・ゲームチャンネルのある99でした。